i d a f 1X、i d a f 1X は、を開発するためのモデリング言語である。環境やシステムにおける情報の構造と意味を、表現する図式情報モデルを作成するのに割れる。i d a f 1X により、資源としてのデータ管理、情報システムの統合、およびデータベースの構築を支援するような、セマンティックデータモデルの構築が可能になる。i d a f 1X は、 ソフトウェア工学の分野におけるモデリング言語である i d a ファミリーの一部である。アメリカ国立標準技術研究所の FIPS184 として標準化されていたが2008年9月2日をもって廃止された。データモデリングの手法はデータを資源、リソースとして管理する目的で標準的で一貫した予測可能な手法によってデータをモデル化するのに使われる。 これは、組織内のデータ資源を定義、分析する、標準的手段が必要なプロジェクトにおいて使われうる。このようなプロジェクトには、データモデリング手法の方法論への組み込み、資源としてのデータ管理、情報システムの統合、あるいはデータベースの設計が含まれる。IDAF1X 標準の主な目的は、以下のものを提供することである。IDAF1X の主要な目的は、 システムインテグレーションを支援することにある。そのための手段として、概念スキーマと呼ばれるデータ資源の単一の意味定義を獲得、管理、使用することに章を合わせている。概念スキーマは特定のアプリケーションへの偏りがなく、データの物理的な保存手段やアクセス手段から、独立な事業体における単一の統合化されたデータ定義を提供する。 この概念スキーマの主な目的はデータの完全性を統合、共有、管理するために使われ得るデータのその意味と相互関係について一貫した定義を提供することである。概念スキーマは以下の三つの重要な特性を持っていなければならない。セマンティックデータモデルの必要性が最初に認識されたのは1970年代半ばの米空軍による ICAM。 統合コンピュータ支援製造プログラムにおいてであった。このプログラムはコンピュータ技術を体系的に適用することで製造の生産性を向上させることを目的とした。i c カ m プログラムの結果、製造の生産性向上のためには分析とコミュニケーションの技術を改善する必要性があることが認識された。その結果、i c カ m プログラムによって イダフメソッドとして知られる以下の一連の手法が開発された。イダフの情報モデリングについては当時の研究と業界のニーズに基づき1981年にアイカムプログラムによって最初のアプローチが発表された。このアプローチの理論的背景は関係モデルにおけるエドガー・カイコットと実体関連モデルにおけるピーター・チェンの初期の研究に由来した。 初期のイダフ一手法は、チャールズ・バックマン、ピーター・チェン、MA ・メルカノフ、GM ・ネッセンによる、厳しい批評と影響のもとにおける、ヒューズ・エアクラフトの R ・ R ・ブラウンと、L ・レーミー・ D ・アップルトン・カンパニーの D ・ S ・コールマンによる成果を、基礎とした。1983年、米空軍は、アイカムプログラムの下に統合情報支援、システムプロジェクトを立ち上げた。 このプロジェクトは、一種のハードウェア及びソフトウェアのネットワークを、論理的かつ物的に統合する技術を開発することを目的とした。このプロジェクトの結果と、さらには業界における経験から、情報モデリングのための高度な技術の必要性が認識されるようになった。IDAF1X とは、 空軍の IDAF プログラムの管理者の観点から見るならば、i c カ m y i s s 6 2 0 1プロジェクトの成果であり、i c カ m y i s s 6 2 0 2プロジェクトによって、さらに拡張されたものである。IISS-6202 プロジェクトにおいて、認識されたデータモデリングの拡張要求を満たすため、下請け業者であったレコムは、論理データベース設計技術と、 そのサポートソフトウェアのライセンスを取得した。イ d a f 1 x は、モデリング手法の技術内容の観点から見るならば、単に LDDT を解明したものである。LDDT は、データベース設計グループのロバート・ジー・ブラウンによって1982年に開発された。彼らは、イ d a f プログラムとは、全く無関係であり、イ d a f 1についての知識はなかったが、しかし、 イダフ1と LDDT の革新的な目標は同じであった。すなわち、関連する実世界のエンティティをモデル化し、事業体に必要な永続的な情報について、データベースに依存しないモデルを作成することである。LDDT では、データのモデル化とデータモデルのデータベース設計への変換を支援するため、関係データモデルである実体関連モデルにデータの反化という要素を組み合わせた。 LDDT には、階層化環境、名前空間、多層モデル、繁華、特化のモデリング、主キー及び外部キー関係の明示的表現が含まれた。最終的に設計されるデータベースが、どのような種類であろうとも、時に微妙なケースのある一位性と参照性合成の制約は認知、遵守されなければならないが、LDDT ではこれを主キーと、 一義的な役割名の外部キーによって表現した。これはデータベース設計においてキーやインデックスに LDDT モデルに基づく制約を使うかどうかとは全く別である。モデルを比較的スムーズにデータベース設計に変換するにあたって LDDT モデルの精度と完全性は重要な要素となった。初期の LDDT モデルは IBM の階層型データベースである IMS の データベース設計に変換されていたが、後にカレネットのネットワーク型データベースであるや、様々な関係データベースのデータベース設計にも変換されることとなった。LDDT の図式構文は IDAF1 とは異なっており、しかも LDDT には IDAF1 に存在しない多くの相互関係モデリングの概念が含まれていた。そのため IDAF1 を拡張することはせず、 代わりにデコムのメアリー・イールーミスは、LDDT の大部分について、可能な限り IDAF1 と互換性のある用語を使って、その構文と意味の要約を書き上げた。デコムはこの成果を IDAF1X と名付けて、i c カ m プログラムに提供し、1985年に発表された。ソフトウェア工学における3層スキーマは、を達成する鍵となるを促進するような情報システム。 およびその管理を構築する手法である。スキーマとは通常ダイアグラムによって表現され、時に文章の記述を伴うようなモデルである。この手法における3層のスキーマとは以下のものである。中間の概念スキーマはユーザーがそれについて考えたり話したりするときの概念のオントロジーを定義する。内部スキーマはデータベースに保存されたデータの内部形式を表現し、 外部スキーマはアプリケーションに提示されるデータのビューを定義する。このフレームワークは複数のデータモデルを外部スキーマに使用できるようを意図されたものである。モデリングの過程は5つの段階に分けることができる。メタモデルとはモデリングシステムの構成要素のモデルである。通常のモデルと同様にモデルの主題。この場合は IDAF1X についてその構成要素が何であり。 それらが互いにどう関連するかといった表現、推論を行うために用いられる。このようなメタモデルは、リポジトリ設計、ツール設計、有効な IDAF1X モデル集合の特定など、様々な用途に利用されうる。作成されるモデルは目的によって、いくらか異なり、唯一の正しいモデルというのは存在しない。例えばモデルを少しずつ構築することを支援するツールであれば、 不完全なモデルや時には矛盾したモデルを許容しなければならない。しかし形式化のためのメタモデルであれば、形式化の概念との成功が重視されるため、不完全なモデルや矛盾したモデルは許容されない。メタモデルには重要な政権が2つある。1つ目は、メタモデルとは公文を規定するものであり、意味を規定するものではないということ。2つ目は、自然言語、または、 形式言語によって制約を補足しなければならないということである。イダフ1 x の形式理論では意味と必要な制約を正確に表す手段の両方を提供している。イダフ1 x メタモデルは右あるいは上の図に示されている。ドメインの階層構造と制約も与えられており、制約はメタモデルの形式理論の文によって表現される。 メタモデルは有効なイダフ1 x モデルに対応するサンプルインスタンス表といった通常の方法によってその集合を非形式的に定義する。メタモデルはまた次に述べる方法によって有効なイダフ1 x モデルの集合を形式的にも定義する。メタモデルはイダフ1 x モデルとして対応する形式理論を持ち、理論の意味は標準的な方法で定義される。 つまり、理論のは、個体のドメイン及び、以下の割り当ての集合から構成される。意図された解釈において、個体のドメインはビュー、例、製造、エンティティ、例、部品や製造者、ドメイン、例、在庫数、接続リレーション、カテゴリのクラスターなどから構成される。理論のすべての行為が、その解釈においてまであるとき、その解釈はその理論に対するモデルと呼ばれる。 イダフ 1X メタモデルとその制約に対応するイダフ 1X の理論に対するモデルはすべて有効なイダフ 1X モデルである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。